わかってるね。さすが友也。あれ、期待してたのに。それはね。やっほー。二人とも今から帰るの？ゆえ、お気楽娘じゃないもん。訂正してよ。もう、ともちゃんに意地悪。まあまあ、二人とも落ち着いて。おとわさんはお姉さんじゃないよ。今坂さんはこれから帰り？うん、おとわさんも？私は。無駄なんだもん。じゃあどこか行くの？ともちゃんの二人で？じゃあ、ゆえも。約束してるの。明日になったら返してあげるから、今日のところは貸してくれない？うん、分かったよ。じゃあ今日は一人で帰るね。ごめんね。バイバイ、おとわさん。いないものでしょ。だったら休みの日に来て混み合うよりよっぽどいいじゃない。今公開中の映画、休みの日なんかすっごい混みようなんだよね。だからこういう機会でも作らなきゃのんびり見てられないし。友達
ちでしょ。トモヤは私の友達でしょ。それも一番仲がいい友達。じゃあ問題解決ということで早く行こうよ。トモヤ早く来てよ。行こうよ。ほんと、やっぱり今日来て正解だったね。はい、パンフレット。もう始まるみたいだし、その辺でいいから座ろうよ。ほら、こっち。この辺りでいいよね。うん。ん？え？いつまでも掴んでるなってね。始まるよ。
そんな。一番最初に探した場所だし、ねえ、また今日みたいに誘っても付き合ってくれる？
なんでこっちから？へえ、そうだったんだ。私はついさっき来たばっかりだから、そんなの全然気づかなかったよ。待ってあげようよ。いつもトモヤの方が待っててもらう立場なんだから。黙り込んじゃったけど。仕方ないか。けど、どうしたの？へえ、やればできるんだ。二人とも、早く行かないと遅刻しちゃうよ。うわ、大変だ。ともちゃん、何か用？何よ、ニタニタしちゃって。
勉強しないと落第しちゃうぞ。残念、私はその気ないから一人でやってたよね。ないのかな。すいません。うん、やっぱりないな。原作の本をね。うん、最近公開された映画だから、その原作の本が置いてあっても。え、トモヤ、なんでこんなところに。もしかして智也って、やっぱり。うん、でももういいの。見つからなかったらそれでいいって思ってたから。でも